ジェスがコレクターのマシン2台にキルスイッチがありそうだと突き止めた。どちらを狙うか決めよう。どっちも悪趣味な金メッキ仕様だ。1台目はメルセデス G63、 フォーチュンバレー記念日のために繁華街のカジノに移送済みだ。運ぶのは簡単じゃないぞ。もう1台は？そっちはコレクターが明日日本へ運ぶ予定だ。リフトビップターミナル近くで展示してから。警備が厳重そうね。さてどちらにする？コレクターに喧嘩を売るんだろ。両方いただこうじゃないの。よしマック、それで行こう。フォーチュンバレー記念日の花火がそろそろ始まるわ。絶好のチャンスよね。いい目くらましになる。ところでなんでタイラーがマックアタックを運転する？お前がメルセデスに乗りたかったからだよ。選べるのは一つだけだ。ああ分かってるよ。しかしだタイラー、俺の愛車を傷つけたら許さないぜ。愛車だ？あんなひどい運転でよく言うよ。うるせえよ。ラム、車のセキュリティ対策はどう？ああ、ケーニングテクの ECU コードを逆光分析して海上発信機に入れた。互換性のある回転マシンなら開けられる。お前らの携帯電話に送ったぞ。わかりやすく頼む。対策アプリを用意した。出番だぞ。しっかり捕まりなさい。よし、片付けろ。タイラーと2台目に到着。いや、ベッピンさん。警官の大群に追われてる。予定通り街を迂回して南へ行って。トレーラーにメルセデスを乗せた。ラブが追跡装置を調べて。追跡装置じゃないぞ、マック。爆弾だ。爆弾？これ、そんなものつけてジャンプしたわけ？ウキャはするなと言ったの。それってマジかよ。ラブか、こっちも鳴り出したぞ。どうしたらいい？こっちへ来い。処理する。合流しよう。警察を負けたらすぐに。バリケードか。建設作業場で巻いてやる。バリケードに大丈夫、大丈夫だ。 OK、了解。道が悪い。爆発するなよ。本当かよ。ランボルギーニでオフロード。俺の知り合いが聞いたら大丈夫か。もっと気楽にやれ。ワッキンカーサーティーだ。事故で車が壊れた。了解。ルーム、体当たりが成功した。現在難関ラストウェイ戦中。
も封鎖されている。心配すんなよ、すぐに解決してやるから。マーク、まあ見てろって。片付いた。